フフほと市中心部イスラム地区市内の道路フフほと市は16世紀にアルタンハーンによって築かれた南モンゴルのことフフほとと近隣の4つの県1つの旗によって構成された中華人民共和国の地球史の一つであり内モンゴル自治区の省と直轄市都市の名はモンゴル語で青い城を意味しことの部分は同市の宿として位置づけられている 面積17,410平方キロメートル。人口227.4万人。不法ホと、漢字表記不法ホとの普通話音である。フウエットから不法オトなどと表記されることもある。現在の人口のほとんどは、漢民族であり、チベット仏教の寺院の他は、モンゴル特有と思われる要素は、あまりない。当市は四しかつく、四県、一期で構成されている。 常住人口は258.00万人、宿地域の人口は133.08万人、猛骨族の人口は20.1万人、その他の少数民族の人口は6.7万人。合計特殊出生率は9.9パーミル、死亡率は11.6パーミル、自然増加率はマイナス1.7パーミル。36の民族が住んでいる。 1565年に、モンゴルのトメト部長アルタンハンによって、主にトメト部の支配地域に流入した、漢人の定住民を居住させる町として建設された、中国式の城郭都市陪審が、夫婦ほどの起源となっている。陪審とは中国語の百姓の音訳である。トメト部遊牧国家の主要領民である、遊牧民は、 指導者家系の婚姻や分家などで分割と融合が、頻繁な遊牧集団単位の所属意識を強く持ち、本来は、肝心式の性の概念は持たない。そして移動式住居であるゲルに居住して、都市内の定住用住居への居住からは、閉塞感を強く感じ嫌うものが多い。肝心居住のために築かれた都市に、百姓の名称が当てられたのは、こうした本来は、 肝心識の性の概念を持たない遊牧民に対して、男系家系を性で表現し、同性集団への帰属意識が強く、都市での定住生活を好む肝心の居住地を指したからである。なお、百姓の項目に衝述したように、中国語の百姓は、庶民も、性を持つ、肝心の上層民から下層民までを含む、民衆一般を指す語であり、農民の意味はない。 1571年に、アルタンが民と交和して、純、義オの称号を与え、国境沿いで貿易することを認めると、民によって帰化条の名を与えられたフフホトは中国からモンゴル高原に流れる物資の集積地となって栄えた。アルタンは、晩年に、ダライラマに帰依して、チベット仏教に改修したため、フフホトへは、数多くのチベット仏教寺院が建立され、 オルドス地方の精神的中心地となる。トメトブは、モンゴル民族の間で、中国貿易の利権を独占したため、その定住拠点であるフフホトは、急速に発展するが、1628年に、チャハルのリンダンハーンに奪われた。さらに1634年、リンダンハーンが病死すると、満州民族のアトキ金がフフホトを占領し、 内モンゴル全域を支配して1636年に国号を清と改めた。清は、北城の北東隣に水炎城を築き、オルドス地方の防衛を担当する八木の中流地とした。北城と水炎城は合わせて、紀水と呼ばれ、深代以降、中央政府の直轄地として内モンゴルの政治、経済、文化の中心地となった。 1911年の新頼革命で中華民国が成立した際、モンゴルは独立し内モンゴル地域も大モンゴル国への帰属を求めたが、中華民国北京政府とロシアが内モンゴルからのモンゴル軍の撤退を要求し、内モンゴルは自治区となった。内モンゴル自治区の主婦は機関に置かれた。1913年に機水の行政隊が機県から 奇水権に改められた。1933年に、モンゴル人主体の自治運動がバトハーラガで勃発し、自治会議が頻発。1934年に、猛政会が成立、その弱体化を受けて、特王が日本と連携し、モンゴル軍政府を西、スニットに設立。1937年7月ロ六バシ事件の後、内モンゴル地域に、 日本軍が途中モンゴル軍の協力を得て先進し、殺南自治政府、新北自治政府を設立した後、奇粋を占領し圧話と解消。ここ圧話を主婦として10月に、蒙古連盟自治政府を設立。1939年には、蒙古連合自治政府として主婦は、カルガン口に移動となった。1940年には、圧話病院設立。その後、 自治政府は1941年に、猛虎自治区に政府となった。1950年に市に昇格して、寄水市となり、1954年に解消され、夫婦ホト市と正式に呼ばれるようになった。水炎症寄水市ワリン、先区内モンゴル自治区寄水市夫婦ホト市。ありがとうございます。